筋肉痛みたいな痛みっていうのが一番多いですかね。麻酔が痛いっていうわけではないですね。脂肪デザイン部の葛島先生です。脂肪吸引といったら皆さん何を思い浮かべますか？手術のイメージが強いかと思います。なので痛いや激痛などのイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。実際にはどうなのでしょうか。また麻酔についても不安な方は多いのではないでしょうか。今回は脂肪吸引は実際激痛なのか、そして麻酔は痛いかなど脂肪吸引のスペシャリストとしての目線でお話ししていきたいと思います。実際脂肪吸引って痛いんですか？そうですね、脂肪吸引っていうのはその手術している時っていうのは麻酔が効いてますので痛みを感じることっていうのは特にないんですけども、終わった後に全く痛くないかっていうとそうではなくて、結構よくお客様からいただく感想としては筋肉痛みたいな痛みっていうのが一番多いですかね。なので耐えられない痛みではないかなっていうのがあると思います。痛み止めとかを飲まないと痛いですかね？痛み止めっていうのは痛みを抑えるためのお薬で、まあ、飲み薬なんですけども皆さんに手術後にお渡ししてるんですね。でこれは必ずしも使う必要があるかっていうとそうではなくて、痛いと思った時に飲む痛み止めになりますので、全く一回も痛み止めを使わなかったっていうお客さんもかなりの数いらっしゃるんですね。で痛みの感じ方っていうのは人それぞれになると思いますので、自分が痛いと思った時に適宜痛み止めを使っていただければいいかなと思います。はい、わかりました。脂肪吸引は日帰りでできるんですか？よくお客様からいただくんですけど、脂肪吸引は日帰りですることができます。なので脂肪吸引するときにクリニックに泊まる必要っていうのは特にないので、脂肪吸引日帰りできまして、歩いて帰ることもできますので、遠くから来るお客様もたくさんいらっしゃいます。そうなんですね。これはどこの部位を行っても日帰りでできるんですか？基本的に顔とか二の腕とか太ももとかどこの部位でも日帰りで行うことはできるんですけども、人によっては全身麻酔といってお鼻から口から管を入れて管理するような麻酔をする方もいらっしゃるんですね。そういった時は近くのホテルに泊まっていただく必要っていうのはあったりするんですけども、基本的に一般的なクリニックで行われている脂肪吸引の手術は日帰りで行うことが可能です。はい、わかりました。産後全体的に体がたるんでしまったっていう方も脂肪吸引はできるんですか？そうですね、産後たるんでしまったって方も脂肪吸引はできるんですけども、たるみ具合によるのかなって思うんですね。でどのぐらいたるんでるかって実際診察しないとわからないんですけども、確かにたるみすぎてる人はあまりおすすめしないっていう場合もありますので、たるんでるかたるんでないかどっちかわかんないって方は一度カウンセリングに来ていただければ、脂肪吸引やっていいのかあまりおすすめしないのか、そういうのをお伝えできるのかなって思います。はい、人によるっていうことですね。はい、ダウンタイム中の痛みを極限まで抑える方法はあるんですか？ダウンタイム中の痛みを極限まで抑えるっていうのは、まあ、人によって痛み方感じるのでちょっと難しいんですけども、例えば最初の数日間っていうのはやっぱり腫れてる、むくんでて痛いって方が多いですので、冷やしてあげる、冷やすと痛みって良くなったりするんですね。なので、まあ、例えば氷のうとか保冷剤とかを使って直接当てないようにタオルとかでくるんで当ててあげたりすると少し痛みは和らいだりするっていうのはあったりしますね。あとは痛みの原因ってむくみが原因なので、そのむくみを取る方法、むくみの原因っていうのは手術中に行う麻酔液によって起きてしまうものなので、その麻酔液をできるだけ出す、当院ですとドレナージ法っていう方法で手術後の負担を含めて行ってますので、一緒に組み合わせて行っていただくと痛みの極限まで抑えることは可能かなって思います。はい、痛みが不安だったので安心しました。ダウンタイムの症状は施術した先生によって変わるんですか？はい、ダウンタイムの症状っていうのはたくさんあって、例えば今お伝えした痛みだったり内出血だったり腫れ具合とか、あとは仕上がりだったりするんですけども、先生によって技術力が全然違いますので、もちろん使う麻酔の量とかも違ってきますし、使う吸引の種類とかも違ってきますので、全員が全員一緒なわけではないですね。ダウンタイムを抑えたい方っていうのはドクター選びはとても重要なことになってくるのかなって思います。はい、わかりました。麻
酔は何麻酔を使うんですか？麻酔は基本的に静脈麻酔といって、まあ、寝てる麻酔ですね。寝ながらしっかり安心に手術できるような麻酔を使うんですけども、場合によっては死亡吸入するときに範囲が結構広くなってしまう方にはプラスで硬膜外麻酔っていう痛みをより抑えることができる麻酔を組み合わせて行うこともあったりしますので、静脈麻酔または静脈麻酔プラス硬膜外麻酔、あとは小気麻酔といって、まあ、ぼんやりするような麻酔を使って行っております。はい、全身麻酔は使わないんですか？全身麻酔っていうのは日帰りで手術ができなくなってしまう口から管を入れて、まあ、人工呼吸器とかにつなぐ麻酔になりますので、まあ、そういうのは日帰り手術できなくなってしまいますので行ってないですね。はい、わかりました。麻酔は痛いイメージがあるんですが、痛いんでしょうか？麻酔っていうのは実は点滴をして、そこから体全身に効いてくるっていうものですので、麻酔が痛いっていうわけではないんですね。確実に寝ていただいた状態で手術を始めていきますので、寝てたら痛みとかっていうのは基本的に感じることありませんので、麻酔が痛いっていうわけではないですかね。麻酔をするための点滴を入れるためのチクッとする健康診断で血を取る時とかってちょっとチクッとされると思うんですけど、その程度の痛みは手術前あるかなと思うんですけど、それさえ乗り越えていただければあとは問題ないかなって思います。はい、わかりました。麻酔が切れた後っていうのは痛いですかね？麻酔が切れた後っていうのは結構麻酔ってちょっと残ってるんですよね。なので手術終わった瞬間に痛みが出てくるってことはなくて、麻酔が切れた後っていうのはその手術終わった後麻酔がちょっと残ってるのであんまり痛みは感じないんですけども、まあ、麻酔が完全に切れてしまったら筋肉痛程度の痛み、少しなんか鈍いような感じがするって意味では、まあ、痛みは少しはあるかなと思うんですけど、脂肪吸入手術って脂肪だけを取りますので、例えば他の皮膚とか筋肉とか骨とかそういったことは気づけませんので、脂肪だけ取れればあんまり痛くはないのかなと思います。まれに鈍い痛みを感じる方いらっしゃいますけど、基本的に痛み止めを飲めば抑えられる程度の痛みはなってきますので、その辺はご安心していただければと思います。はい、わかりました。最後に施術後の体調ってどうなんでしょうか？体調は人によって麻酔が少し合わないとかあったりするんですね。麻酔が合わない人っていうのはたまにちょっと気持ち悪くなってしまう方も実際一定多数いると思うんですけど、万が一気持ち悪くなった時のために吐き気止めとか気を抑える点滴とか、お家に帰ってからもお渡ししている飲み薬ってありますので、ご安心していただければと思います。皆さんいかがでしたでしょうか？脂肪吸入は激痛ではないのか、麻酔は怖いと思っている方も多かったのではないでしょうか。実際には今お伝えしたみたいにそこまでの不安はないのかなって思います。脂肪吸入を行ってみようと検討している方は、正しい知識を入れてカウンセリングにぜひ足を運んでみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。